まあ、変な自信があったんで、本当に。いや、自分だったら大丈夫だろう。とにかく自分の志望校に合わせた対策っていうのをがっつり思いつきてる場合なんかないので、ひたすらやりました。とにかくできることは、とことんやったって感じです。ただね、スランプはやってきちゃったんですよ。では始まりました。むちゃちゃんです。センター試験を受けた受験生の皆様、お疲れ様でした。ね、まあいろいろ大変だったと思います。コメント欄にもね、やっぱり、模試とかだったらね、結構取れてたけど、そこまではうまくいかなかった、ね、すごく難しかったっていうね、人が多かったと思います。やっぱりね、模試や過去問やってるのとはだいぶ違いますからね、本番っていうのはね、その焦りだったりとかね、緊張、そしてまあうまく寝れなかったとかね、そういったことがいろんな要素がね、ありますからね、なかなかうまくいくとは限らないわけなんですが、まあ重要なのはね、こっからですから、次第ある人たちね、本番ね向けてやる、そして、国立は二次試験がありますからね、そこで、きちんとやるっていうのが大事になりますから、ね、まだまだ諦めるには早すぎます。それ失敗するのはよくあるわけですよ。ね、私のね、知り合いもですね、センター試験ですね。まあ、医学部目指してる人なんですけども、で、数 1A ね、解かなきゃいけないのに、数1解いたんですよ。すごくないですか？こんなミスやっちゃうんですよ、本番って。びっくりしたなと思った。自分自身メッセージ来て、数1解いちゃいましたって来て、怖いみたいなんですね。何してんじゃいって思いましたけど、まあそういうこともあったりするわけです。何が起こるか分かんないのが受験ですからね。で、自分自身は、まあ、いろんなとこで言ってますけど、英語は別に7割しか取れてないですからね。コメント欄見るとね、びっくりしますね。190点台とか180点台がゴロゴロいて、まあ高い点だから書き込むんだろうけど低いとはあんま書き込まないんだと思うんですけど、そういう人もいるわけですよ。で、そこからね、逆転したというか、こうぐわーっと上げて慶応の分まで行ったんで、やっぱり頑張りました。本当に勉強しましたからね。そこからだって文系なのに国語なんか6割しか取れてなかったですから、センター試験ね、やばいですよねこっからです、やっぱり伸びっていうのは。まあセンター直前に私数学とかね、世界史ボーンって上がったんで、一気にレベルが上がったんですが、英語とか国語は間に合わなかったというか、できるようになんなかったんですよね。すごくよくできるようにはならなかったですが、ここから本当にね、勉強して、何をもって逆転合格というのかはわからないですが、すべてね、慶応の文学部は DE 判定だったのに、毎日死ぬ気で勉強しました。一番怖いのは、このセンター試験が終わって、燃え尽き症候群って言って、燃え尽きちゃう人、ね、それが一番怖いんですよ。そういう風にならないようにするっていうのが一番大事です。はい、絶対に燃え尽きずに、これからもやるんだっていう意思で頑張ってもらえればいいんじゃないかなと思います。ダメだった人はね、ああ、ダメだったって言って、へこんでる暇なんかないですし、ね、良かった人は、ああ、良かったぜって言ってですね、ほっとして安心して、ね、余裕ぶってる暇はないですから、いや、やるしかないんですよ。どっちにしろやるしかないんです。まあ、自分自身は本当に、まあ、大変だったけど、一生懸命やりましたよ。もう過去問はとにかく、なるべく古いものはですね、手に入れて、それをみんなやるっていうのを実践しましたし、まあ、慶応の分って国立大学と似てるので、とにかく和訳と説明問題の特訓をするっていうのをやりましたね。似てるんでね。だからとにかく類題みたいなのをかき集めて、ね、毎日英語は長文やるっていうのをもう本当にやりましたね。で、和訳が結構重要だったんでね、その和訳を全部ですね、和訳の部分だけくり抜いて、これが良かったのか分かんないですけど、それ全部ノートに書いてですね、全部構文読解してやったんですよね。これ東大の院試でもやったな。東京大学の院試でも和訳しなきゃいけない英文全部出して過去も手に入れて、で和訳しなきゃいけないのを全部ノートに書いて、全部構文読解して、全部綺麗な和訳にするっていうのをやったんですけど、とにかくもう自分の受けるところに合わせて、特訓したっていう感じになりますね。で、そこで、ね、合格はなんとかつかめたので、まあ、変な自信があったんで、本当にいや自分だったら大丈夫だろうと、ね、いろんな逆境あったけど、まあ高校入試もまあ全然ダメだろうって思っても合格したし、まあ、英検とかも受かってきたから、なんとかいけんじゃねえのっていう謎の自信ですね。自分だったらいけるだろうっていう自信があって、ちゃんとね、
受かることができたんで、慶応文学部と千葉大教育学部を受かることができたんで、いや本当に頑張ったと思います。あとそうか、自分の場合は小論文もあったんで、小論文見てもらってましたね。慶応ってね、小論文ありますから、それをね、予備校行って、まあ、小論文のね授業を取ったりとか、と先生に見てもらったりとか、なんかチューター的な人にね見てもらったりとかして、すごく頑張ったのを覚えていますね。とにかくできることはとことんやったって感じですね。まあその5教科の勉強からだいぶ減ったので、センターの時は、ね、英語やって数学やって、国語のね3教科やって、で世界史倫理科学やってたんで、めちゃくちゃ科目数が多かったんです。それがね、あの大量の科目に悩まされることがなくなったんで、英語、世界史、国語、小論文に集中して勉強したんで、教科数が減ったのはだいぶ負担が減ったんですけど、まあ、かなりね、深いところまでやんなきゃいけなくなったんで、そうですね、世界史とかもやっぱセンター用と総計は全然違ったんで、大変だったんですけど、国語は本当大変だな、国語つらかったな。世界史は引き続き上げてって、英語をグワンと上げて、そして小論文も上げたっていう感じでですね、慶応は行くことができたんですよね。慶応に国語があったら分かんなかったかもしれないですけど、とにかく自分の志望校に合わせた対策っていうのをもうがっつりですね、燃え尽きてる場合なんかないので、ひたすらやりました。もう死ぬ気でやりました。ただね、これもよく話すんですけど、スランプはやってきちゃったんですよ。2月のね、受験直前です、慶応のね。2月15日ですね、慶応大学文学部って、ね。そこの、ね、直前にやってきて、本当に何も手につかないっていう状況になっちゃって、やる気が出ないっていう状況になって、これが本当に辛かったですね。スランプは来る来るとは言われてたけど、なんだ来ないじゃん、センター。ね、通り過ぎてもう全然燃え尽き症候群とかもないし、スランプもないし、全然いけるやんって思ってたんですよ、ね、思ってたらまさかのね、本当受験直前ですねにやってきたんですよね。で結局2日3日ずっと中国史の漢字書いてましたね、本当芝居ね、本当にそればっかり書いてる。でルーティーンってね、作っときなさいってよく自分でも言ってますが、ルーティーンあって本当助かったなと思ってて、でルーティーンでその3時ぐらいに英語のラジオ聞くとか、と寝る前に世界史のカセット聞くみたいなのはやってたんで、それは良かったんですけど、で大体ねルーティーンをやるとその後やる気出てくるんですよ、ね、ラジオ聞いて、ラジオ聞いた後によしやる気になったってなるんですけど、このスランプ期間はラジオ聞いても何もやる気にならなかったんですよ、ね、で寝る前の世界史の前に古文のね、いろんなストーリーを読んでたんですけど、それすらできなくなっちゃって、古文も読めないし、まあ、ラジオとそのカセットはやっぱ押せば勝手に流れるんで勝手に始まるんですけど、自分からやるのが全くできなくなっちゃったんですよ。だから長文1台必ずやるってやってたのに、長文も解けないし、現代文も1個必ず読むってやってたんですけど読めない、で古文も必ず1台やるって決めてたのに何にもできないっていうので、かなりの地獄を味わいました。ずっと漢字書いてましたよね、本当にひたすら、ね、ただまあ出たし、前日にはもう戻ってるんで、そのスランプ終わったんで、で前日にいろいろね世界史のやつ読んでて、コバのね当日とか昼休みもちゃんと読んでたやつが世界史出たっていうのですごく助かったっていうのを覚えてるんですけども、受かったねことを考えていくっていうのはすごくいいことだと思います。すごい面白かったです。やっぱり合格した時に番号がね50番くらい離れてたんだよね、前後ね。だからこの自分の覚えてる日吉のね、今でも覚えてるあの教室の、あ、ここにいた人も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 いないんだって思いましたね。あの賢そうに見えた人、あんだけ一生懸命昼の時に勉強してた人もいないんだと思って、すげえ戦いだなとは思いましたけど、まあその分ね、勝った時の喜びっていうのはすごく大きかったので、ぜひですね、その勝った自分をイメージしてね、戦いに臨んでもらえればいいんじゃないかなと思います。はい、応援してますから、あの絶対合格だとかっていうのは私は言いません。普段授業を受けてる人は知ってると思いますが、そういうことは、あ、普段ね、生授業を受けてる人、そういうことは絶対言わない。そんな無責任なセリフは言いません。ただ、信じていくっていうのは大事です。ね、そのメンタルがやっぱりすごく大きかったっていうのは今でも覚えてるので、自分自身ね。だから、ぜひね、ここで負けずに、まだまだ戦うんだっていう意思を持って頑張ってもらえればいいんじゃないかなと思います。はい。
ご視聴ありがとうございました。ぜひ頑張ってください。はい、Thank you for watching. Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.